梅津和夫さんが亡くなったんですよね。結構ショックでかいなと思ってて。88なんだ。漂流教室の誠ちゃんなどホラーから SF、ギャング漫画まで幅広く手がけた漫画家、梅津和夫さんが先月亡くなりました。88歳。梅津和夫って言ったら僕が本当に子供の頃っていうんですか、小学生の頃ですかね。誠ちゃんってめちゃくちゃ流行ってですね。みんな必ず真似しましたよ。グワシとかね。難しいんですよね、グワシってね。なんか難しいんですよ、グワシって。なんかこう、なんか手がね。なんか、あの、ギャグ漫画なんですけど、ナンセンスギャグなんですよね。なんか今、覚えてる、誠ちゃんの話で僕もめちゃくちゃその時笑ったのが、家で留守番を誠ちゃんがすることになったと。怖いから鍵をかけるんですよ。で、お母さんが帰ってくるわけですよ。で、誠開けなさいって言って、誠ちゃん開けないわけですよ、玄関を。お母さん、本当にお母さんかみたいな。お母さんじゃないかもしれないみたいな。お母さんに変装した悪人が来てるのかもしれないみたいなこと言って開けないんですよ。で、私はお母さんでしょって言って、じゃあ証拠を見せてよって話になって、お母さんがいつもお風呂で洗う格好をしてやってみてって玄関に入って、人通りがある中で、風呂で洗う格好をするんですけど、いや、そんなんじゃない、お母さんの洗い方はそんなんじゃないとか言って、もっと股を広げて、股の下でこう、タオルをゴシゴシやるんだ。これでいいのみたいな感じでやって、いや、ちょっと違う、みたいな、やりとりをこう、玄関前でやるっていうね、話、あれめちゃくちゃ笑いましたけどね。あと、まあ、漂流教室とかって名作で、あの、ね、映画化みたいなされてましたけど、僕はなんだろうな、オロチとかかな。あと、ヘビ女ってありました。ヘビ少女か。ヘビ少女とかオロチですかね。やっぱり、あの、印象深いのは。なんか、漂流教室ってもう少し後だったような気がする。14歳ってのもありましたね。だから、誠ちゃんだけ異質だったんですよね。1995年以降の新作発表はない。あ、そうだったんだ。梅津さんって、確か、吉祥寺に住んでたんじゃなかったっけかな。なんか、梅津ハウスみたいな、梅津和夫さんの、いつもボーダーの、赤と白のボーダーの服着てて、それの柄の家建てて、近所とトラブルになってましたよね。あの、なんか、景観を、なんだっけ、景観を損ねるとか言って、なんかね、そういうのもあったりとかして、独特のタッチでして、ほんとまた昭和が一つなくなって、子供の頃の思い出が一つ一つなくなっていくのは、寂しいものがありますね。本当にご冥福をお祈りいたします。